んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは自分に命令するです。これは常日頃からガミガミいる人が周りにいて辛い人のためのものです。あなたは子供の頃に今やろうと思ったのにと親に文句を言っていませんでしたか？例えば掃除しなさいと言われた時や勉強しなさいと言われた時などです。フラクタル心理学の入門では思っていることと行動していることは同じという法則が書いてありますが、このタイプの人たちはこの法則を悪用しています。頭の中でやろうと思ったことは行動しているのと同じ価値があると思っているので、今やろうと思ったのにが言い訳になると思っているんです。子供の頃からこういうことをしていた人は大人になっても人間関係が険悪なものになっていきます。それは必ず誰かが自分に指示するような状況に置かれるからです。夫があれをやれこれをやれとうるさいとか、上司が細かく指示を出し自由に仕事ができないとかです。それはこの人たちが自分で自分を動かせないために命令する人を外側に作り出さないと動けないからなんです。こうして怒りっぽい夫、怖い上司、細かい指示の下で働くという状況が生じます。もっと恐ろしいことは、このように自分で自分の体を動かす力がない人は老後に体が動かなくなる可能性が高いんです。自分が人の命令を聞かないので、自分の体の細胞の一つ一つもあなたの命令を聞かなくなるんです。これがフラクタル現象というものです。これは困りますね。この人たちの根本的な間違いは、行動は自発的であるべきだと思っているということです。自分が好もうと好むまいと、やらないといけないことはやらないといけないということを知らないんです。今やるやらないは自分が選べると思っています。それが自由意志だ、自発性だと思っています。それでつまらないことを優先し、嫌なことはやらなくてもとりあえずやる気だけ持っていればいいと信じています。これは間違いですね。ということで今日はこれを直しましょう。いつものように目を閉じて自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたはいつも人に怒られているよね。これをやれ、あれはやったか、人に指示されていやいややっているよね。そしてあれをやれと言っただろうと怒られると、今やろうと思ってたのにとあなたは心の中で言い返しているよね。でも思っていただけでまだやっていないよね。そんなの言い訳にもならないよ。大人の自分はそれでとても困っているよ。そんなことをしているから子供の頃から今までいつもガミガミ言う人がいる辛い状況から抜け出せないんだよ。大人の社会でも上の人にやれと強く言われて、それが嫌で動かないでいるとまた言われるから、人間関係がどんどん険悪になってしまうんだよ。そして人生には自由意志なんかないって感じて辛いんだよ。これじゃあ長生きなんかしたくないよね。大人の自分はあなたに教えに来たよ。あなたは勘違いしているんだよ。何でも自分が嫌なことはやらなくていいというのを
当たり前に思っているから、自然に動けるまで待とうとしているよね。ゲームとかテレビとか遊びを優先していて、今やりたくないことはやる気になったらやればいいと思っているのがそもそも間違いなんだよ。あなたは自発的にやるべきことをやれるような意思が育っていないんだよ。未熟なんだよ。だから命令されているんだよ。もしあなたにガミガミ言う人がいなくなったら、あなたはもう自分を自分で動かせないんだよ。だからガミガミ言われているんだよ。あなたが好もうと好むまいと、やらないといけないことはやらないといけないんだよ。それを受け入れなさい。それは不自由な世界なんじゃなくて、社会がきちんと動くために必要なことなんだよ。それを受け入れないと、あなたの体の細胞もあなたのようにやりたくないことはやらないと言い出すよ。細胞が勝手に好き勝手をしてきちんと動かなくなるよ。そうしたらあなたの体は不自由になるよ。それは困るよね。だから今やるべきことをちゃんとやりなさい。あなたの体の細胞があなたの命令通りに動くように、あなた自身も人にやるべきことを指示されたらちゃんとやりなさい。人に命令されるのが嫌なら自分で自分に命令しなさい。さっさとやれ、早くやれ、わがままを言うな、他のことを優先するな、やるべきことを先にやれ、自由意志が大切だなんて綺麗事を言うな、自分は体の細胞の一つだと思え、そんな細胞一つに自由意志なんかない、今すぐやれ、わがままを言わずにすぐ従え。そしていつまでも健康で幸せに生きなさい。そのために自分の命令を聞きなさい。やるべきことを後回しにするな、やるやらないを選べると思うな、さっさとやれ、今すぐやれ。